listening to Shibuya Cross FM. からはペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよをお送りいたします。番組のパーソナリティを務めさせていただいてます NPO 法人若者のメンタルサポート協会理事長をしております岡田沙織です。今週もよろしくお願いします。いやね、暑いし渋谷人が多くて平日なのにと思ったらお盆なんですねきっとね。ってことでこの番組はですね、生きづらさを抱えた若者をはじめ悩みを抱えた大人の方にも心が楽になるようなメッセージを発信する番組となっております。今日本ではですね、リストカットを繰り返したりしてこう生きづらさに悩み苦しんでいる若者たちがですね、もう本当にそれはそれは大人たちが想像している以上に本当に多く存在してるんですね。でみんなその欲しい愛をその結局親からもらうことができなかったりして、消えてしまいたいと日々悩み苦しんでいるわけなんです。だけどその消えてしまいたいみたいな苦しい思いっていうのは本当は幸せになりたいし愛されたいし誰かをこう信じたいってい う, こう心の叫びでもあるわけなんですね。で私自身もですね、あの心が楽になる魔法っていうブログ全然更新してないから今日更新します。ブログをやっててですね、そこに心が楽になるメッセージと一緒に生い立ちなんかもおまけで綴っているんですね。でそこにもね書いてる通り私も居場所がなくてですね、まあすごいさまよってね、30年ぐらい前渋谷とかもうさまよってた10代の女の子だったんです。でそういうね辛い経験を、まあ、たくさんして、まあ、大人になって自分ととことんとことん向き合って、自分を大好きになることでですね、そういう辛い経験を乗り越えて今は同じように苦しんでいる若者たちの24時間 LINE の無料相談の活動をしているわけでございます。でそういうね大人のそのまま大人になっちゃった人とかもね有料でカウンセリングしてたりもするんですけど、そういう、まあ、方たちの、まあ、現状とか叫びとかそういったものをこの社会に、そしてその若者たちがこんな辛いんだよみたいなのをね、大人たちにもこう発信していけるような、うん、そんな大人も子どもも人生って変えていけるんだよみたいなね、そういうメッセージを発信するために若者の街ここ渋谷から毎週水曜日午後4時よりお届けしているわけでございます。そしてそして番組スケジュールなんですけど、今日はですね岡田沙織が一人でベラベラ喋り倒す回のもう13段ぐらいになったんですね。でまあちょっと今日月1でっていうことだったんですけど、実はまあちょっといろいろ考えてですね、来週も一人で喋ろうかなっていう夏休み企画をちょっと考えております。そんなわけで今日はゲストさんはいらっしゃらないんですが、私がですねもう急増してる LINE のこととかもいろんなことを大人たちに物申させていただけたらなと思っております。ということで今消えてしまいたいと一人ぼっちで悩み苦しんでいる若者たちはもちろんのこと、大人の方たちにもぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよはこの後4時50分までの生放送です。この番組は経済的向上をアシストする一般社団法人ペガサスの提供でお送りいたします。 Music's our various emotion. Love is the message. Listening to Shibuya Cross FM。はい、ということで今日はまあ岡田が一人でベラベラ喋り倒すみたいな。いつもはですね、若者に向けてと、そして親御さんに向けて、そして悩める大人の人にっていう感じで3回に分けてなんかいろいろベラベラ喋ってるんですけど、結構ですねこれね楽しみにしてくれてる人が意外にいてですね、すごいありがたいですね。で私なんかね意外にこうすごい台本作って喋ってるわけで全くなくて、一応これとこれ話そうかなみたいなタイトルぐらいの言葉書いて、だいたい挑むんですけど、今日は実はね何も考えてないんです。なぜかというと LINE が今ねすごい夏休みの生
なのかな、すごい急増してて、毎日毎日新しい子の追加がすごい数来るわけなんですよ。でまあね、あの夏休みだなってちょっと思うのが、なんかね、相談の幅がちょっとやっぱいつもより広いわけで、死にたい、消えたいって子ももちろんたくさんいるんですけど、なんかそうじゃないなんか部活の悩みもあるし、あと結構 LGBT の悩みだったり、あの帰りで苦しんでますもあるし、なんかね結構面白いところだといろんなのがあるわけですよ。でまあそんな中でですね、あのあこれちょっと大人に物申したいわっていうことがすごくたくさんあって、まあ、今日は結構そういったことを中心にお話できたらなって、あの心が楽になるメッセージも伝えつつできたらいいと思ってるんですけど、ね、今の見てますって見ますよって LINE もくれたんですけどね、あの最近あの、まあね、いろんな子から LINE 来るけど、ある女の子と、まあ、話をしてたんですね。で、まあ、その子は看護学生なんだそうです。そう、看護学生素晴らしいです。私はね絶対できない仕事、ベスト3に看護師さんって入るんで、あのすごい優しい人だと思われるんですけど、私あのもう人のなんかそういうなんか嘔吐したものとか自分のだって触れないぐらいの人なので、嘔吐もしないけど、でなんかそういうなんかね、人様のそういったお世話ができることがもう私はすごいと思ってて、なので世の中の看護師さんの皆さんはものすごいリスペクトはしてるんですけど、ただ学校っていう場においてはまたどうなんだろうなって思うわけですよ。で高校、中学、高校、大学、専門学校、いろんなね看護学校ある中で、まあまあ、あのあんまいい話はやっぱり耳に入ってきません。でもちろんね、まれにねすごいいい先生がいたりとかすると私は嬉しくなって、ぜひラジオのゲストにとかって言ってゲストさんに出てもらったり、素晴らしい先生もたくさんいます、たくさんいるけど全員じゃないんですね、悲しいことに。そして悲しいことに残念な先生方のが圧倒的に多いわけです。今ね、某ホニャララ大学のなんかなんとかフットボール部みたいな、ああいうのもすごいあるし、なんかもうとにかく今ニュースもすごいじゃないですか、いろんな学校のなんだっけ裏口入学みたいなのとかで、結構もうあんなのが実はもう通常状態というかデフォルトで、なんか本当に一生懸命やってる人の方がまだまだ少ないと私は見てて思うんです。で、まあ、その看護学生の彼女もね、すごいすごい可愛らしい素敵な女の子でね、LINE で話してても可愛いなって思うんですけど、まあね、そのいろんな家庭環境がありますよ、その子に限らず、虐待ある子、虐待ないけどいつも毎日怒られる子、ね、毎日怒られないけど勉強しろ勉強しろしか言われないとか、でそういうね、いろんな子たちがいる中で、まあ、その子はね結構ヘビーな家庭環境だと思います。でそういう状態で、そんなもちろん当たり前のように死にたくなりますよ、そんな親になんか年がら年中こう怒られたりひどいことされたりいろいろされればね。でそういう中で、もちろん死にたいってなります、私だってなってました、めちゃめちゃ。でそんな中で、学校にそれでも看護師さんになりたいっていう夢を持ってですね、学校に通って頑張っているのに、なんとなんとそこの先生方は、自分がそんなんで看護師さんか人なんか助けられないわよとか、自分がそんなんでできるわけないでしょうとか、まあ頭ごなしに言われるみたいなんですね。でも私それ本当どうかと思うんですけど、なんかそんなこう自分が苦しいみたいなって、いやいやいやって そんなこと言うおめえだろうみたいな私は思うわけですよ。もう言ってんなって、私がその場にいたら本当ね言ってやりたいぐらいです。なんでしょうね、そうやって辛いながらも私はね一生懸命そうやってリストカットしようが何しようが頑張って生きてることはがもう私は素晴らしいと思うんで、もうそんなね自分を切り刻んででも生きてるってすごいことだと思いません？普通にちょっと大人のみんなあの大人たちよって思うんですけど、やめなさいそんなことしてって。もちろんね心配だし、そんな切ってる姿目の当たりにしたら私だって見ていて辛くなりますよ、例えば自分の息子が切ってたりしたらジュジュジュってなるけど、まあ、なんか事情があるわけですし、そこまでしてでも一生懸命生きていることを私はお前偉いな頑張ってんなギュ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 ってハグハグしたくなるわけです。そう、要はね私はそういう子たちを見ると生きてんなって思うんですよ。なんだろうな、毎日ボケーっと何も考えないで暑いな仕事して、あ暑いなご飯食べてって何も感じずに生きてる大人よりもよっぽど人生を謳歌してるというか生きてんなって思うんですね。ただやっぱりそれって本当はでもどうせ生きてきたんだったら楽しいこといっぱいしてほしいし、笑ってほしいし、はしゃいでほしいし、そんなね一番
多感な大事な時にやっぱりその親の家庭環境で生きるのが辛くて切ったり泣いたり死にたいってなってるわけですわ。でそんな中でそういう子がそれでも夢や希望を持って目標を持って勉強しに来てるわけですよ。大人なんだから応援してやるよと思うんですね。でましてやそんな看護師さんね、人助ける仕事じゃないですか。人助ける人を育てる人が、悩んでる子に対してそんなんじゃ看護師務まんねえよみたいな、なんかおいおいってなりますわ本当ね。でもねこれが悲しいかな現実なんですね。こういうことが本当に起きてるんです。もうねでもなんかこれねちょっと私もラジオで言うわっつってもぜひってねもちろんあの言ってくれて、これねあの毎回なんですけど何かそういう大人に何かされたり大人に苦しめられてる子の相談が来た時にこれさSNS で書いていいとかなんかもう講演とかで言っていいって言うとぜひって言うんですよ。みんなやめてくださいっていう子一人もいないんです、まだ今んとこ。どうしてかっていうと、もうその現状をもう本当に伝えてほしいっていう、もうなんかさ本当叫びなんですよね。であのもちろん名前とかも言わないし、どこ住んでるとかも言わないし、そもそも私いちいち一人一人に本名とかフルネームとか学校名とか聞かないんで、あの何県に住んでる、本当になんとかちゃんぐらいしか分かんないですけど、でもねそういう中であの私にそういうのを託してくれるってことはよっぽど今までこう虐げられて抑え込まれてきたんだろうなって思うんですよね。でとにかくねそういうその看護学校たる場所がなんか本当そういう子たちこそ、こう拾い上げて救い上げて、で私ねそういう痛みを知ってる子こそいい看護師さんになると思うんですよ本当に本当に、うん、でなんだろう、もちろんね私カウンセラーも育ててたりするので、その本人がまだ悩んでる状態の人がカウンセリングを実際に現場ですることは私はもちろん進めてないです。なんでだったらこう教依存とかいろいろ起きちゃうんでね。ただ経験をした人に勝るものは本当にないと思っていて、なんだろう、いろんな学者さんとかいろんな人がね、なんかいろんなところで発表とかしてるじゃないですか。でなんか自殺についてみたいな、あの死にたいと思ったことない人がそんな論文書けねえよって思うし、そのやっぱそういう経験ってすごく力になるし宝物だと思うんですよ。そう、宝物で、私もねあの過去の生い立ちをやってブログに綴って全部赤裸々に出してますけど、で本当に何度も言うんですけど、もう一回あれやれって言われたら嫌ですよ。もう本当に断固としてお断りです。嫌です、もう一回あれやるの。ただあれがあったから今本当にこうやってラジオで話させてもらったり、今日はね今回今年は一つちょっとまだ言えないですけど大きい夢が叶ったりとか、本当やっぱその経験があったから私今ここにいるわけなんですわ。そう思った時にあの本当それって宝物なんですね。で今も全然気づかないけど、絶対に今そんな言われたってこんな辛いもんが宝物どころか、こんなもの本当にあのゴミだよみたいにきっとみんな思うんだけど、後になっていやあの経験あったからって本当に思う日が来るのよ、来るのよ。私が言うんだか間違いない OK そうで、そういうねやっぱり経験があったからこそ人の痛みがやっぱり分かるわけだし、そういう子にこそ看護師さんとか本当ね頑張ってほしいなと思うんです。でそういうねなんかあんたみたいな子がみたいな、なんかそういうことを言う先生がいるんだったら本当私が言ってあのね言ってやりたいです。あのどこでも行きますわ、あのいくらでも、うん、あのだしもし周りの大人でねそういうのをなんか耳に入った人がいたら、もう大人が守ってあげてほしい、大人から、うん、あの子供たちだったり10代の若者たちはみんなやっぱ大人には勝てないし、なんだかんだ言ってこう言えないわけですよ。みんな怖いし、ましてやそういう学校とかそういう力関係がある場所でなんかってやめさせられちゃうかもしれないとかね。でそういう時にやっぱりこう大人が、大人から子どもたちや若者たちを守ってあげなくてどうすんだよって思うんです。だからねあの、まあ、私の周りにはそういう人たちがいたらもう本当一肌脱いで飛んでくわっていう人たちしかいないんであれですけど、ぜひねこのラジオを聞いてくださってる方たちで周りでそういう子がいた時にあのぜひこう守ってあげるってことしてほしいし、あの本当にそういうね大人たちのなんか先生みたいな、なんかそうやって上からなんか言っちゃう人が偉そうになんか言う、育てさせて、あのね先生っていうのはあの
教えさせていただくなんですよ本来は。そう、謙虚でなきゃいけないんです。でそういう素晴らしい方も私たくさん見てきました。謙虚でいますよ。あの話飛びまくってるけど、あの経営者さんも本当に育ててきて、ものすごい大手の上場 の社長さんなんかもされて、今引退された方が若い人たちにこれを伝えていくんだって言って、私もねあの経営を学ばせていただいたことあるんですけど、本当にそういう方たち、本物の人たちはあの権力とか力をね振りかざさないんです本当に。で本当謙虚ですし、あのもうねこの僕の持ってるこれをね本当教えさせていただくんだみたいな、そういう人たちこそ、まあ、本物なわけで、ね、本当にそういうなんか学校とかでえばり散らしてるやつほどそんな謙虚の毛の字もないし、そもそもねお前がなんかコンプレックスだらけなんだよみたいなね、なんか自分はなんとか大学出てだからなんだよみたいな話なわけですよ、話なわけですよ。で、ね、前も、中田浩さんって元横浜市長 の, あのゲストさんに出ていただいたことがあって、もうその、ね、片さんもいつも言ってるけど、お子さんにはあの勉強しろって言ったことがないと。で夜中まで勉強してると、そんな勉強してるとお前もうおかしな大人になるぞって言ってたらしいです。そう、父さんはなって言って、あの東大とか出てあのろくな大人になってないやつたくさん見てきたんだからって、もうねさすがだなと思うんですけど、本当そう、なんかねそういう人ほど人格と頭が伴ってないわけです。で、まあ、そういう人たちを、ね、ディスったところでもうしょうがないんですけど、今いる子たちにはそういう大人たちになんかこう傷つけられることなくのびのびと育ってほしいし、そしてそういう大人たちがいた時に、真の大人がこう守るってことを本当してほしいなと思います。だからねその看護学校で私本当次何かあったら言ってくれって思ってるし、あの何かあったら本当言ってやるがって本気で思ってます本当に、なんかね、そんな人が人育てたりとか命を預かる人育てるっていう意識がないんでしょうね。私先生っていう、ね、こと方が強いんだろうなと思います。と、ね、そうやって一生懸命それでも頑張ってる子を応援する大人を増やす活動 もう私 の一個の使命だと思ってるので、あの若者たちの代弁もそうだし、あの本当にねそういう大人もう止まらなくなっちゃうんだよ私こういう話してると。そうでも本当分かってくれる大人もたくさんいるんで、まずはあのそういう大人と戦ったり喧嘩したりディスるのではなく、素晴らしい大人たちをまずはそういう子たちに、いやいや素敵な大人いるからっていう活動をねあのしていこうかなと思ってます。つい私もね結構沸騰しちゃう方なんでね、ということで、では本日1曲目参ります。番組のテーマ曲でもあります山本かおりさんで愛されたい。窓から隅に
ということでお送りした曲は山本香織さんで愛されたいでした。ここ4時からお送りしておりますペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよは渋谷シダックス1階のスタジオより4時50分まで生放送でお届けしています。ということでね、引き続き喋っていきたいんですけど、もうちょっとね、本当さっきの本当ことなんですけど、改めてなんだろうな、なんかこうこれも私の持論ですし、講演でもちょこちょこ言わせてもらうんですけど、よく教会のうちのね、教会の活動の紹介とかをこうスライドで見せるときに一応ね、自殺予防みたいなのも書いてるんですよ。で、一応そこ書いてるんだけど、私自殺予防って言葉好きでは実はなくてって言って解説するんです。で、なんでかっていうと、もう 100% 今もう死にたいんですって人がいて、それを止めるのは私エゴだと思うんですね。だってそれ望んでんだもん 100% で、なんかそれをなんか命大事って止めるのは私はエゴだと思うわけ。ただ、私のところに来る子たちに関して言うと、本当は行きたいけど現実が本当に辛すぎてだから死にたいっていう子たちで、 100% も自分は死にたいんですって望んでるかっていうと、そういうわけではないので、こういう活動をしてますっていう、まあ解説を入れてるんですね。で、まあその私のところに、まあもちろん来る子たちはみんな本当に 100% で、もう今すぐもう誰が何と言うと死にたいんですみたいな子がいるかっていうと、もちろんそんなことないし、ただもちろんその何でしょうね、死にたいってなってる時はもうそうなっちゃってるはずなんです。で、まあ何が言いたいかっていうと、そのさっきの看護学校のね、子で、その先生方がまあなんかいろいろ言ってくるわけですよ。で、私自身ね、そのなんか命は大切ですよとか、なんかこう死ぬなんていけませんみたいな、なんか私それもなんかエゴだと思ってて、いやいやいや、なんか別に赤ちゃんの時から死にたかったわけじゃないし、なんか理由があるんだからそこ聞いてよみたいなね。で、まあそんな中で、生きててほしいっていう言葉を言う人こと自体が私なんかすごい無責任だなと思ってて、そのじゃあ死にたい子がいた時に、それがたとえ生きたいとして、本当は生きたいけど辛いから死にたいだったとしても、なんかこうたまにこう私は生きててほしいのみたいなことを言う人がいると。で、別に間違ってないんですよ。ただこれ若者のカウンセラーの養成講座で言うんであれば、もし何かテストを作るんだったら、なんて声をかけたらいいでしょうみたいなのがあったら、私はちょっとバツつけるかなと思ってて、その私は生きててほしいですって、じゃあどうしたらいいのっていう話なんですよ。そのね、それを言うんだったら、じゃあ助けてよっていう話だし、なんかどうしたらいいのじゃあっていうのが、その当事者の子たちの気持ちなわけなんですよね。なんか死にたいした時に、年次そんな辛いんだねって寄り添うんだったらまだしも、ね、私は生きててほしい、死なないでほしいみたいな、じゃあどうするよって言うんだよじゃあみたいなね。で、そういう意味でも、なんかその言葉って実はすごく無責任だと思っていて、で、まあ、そのさっきの看護学生の子がね、その先生に対して、そういうことを言うのは無責任だと思うと言ったそうです。よく言ったなと思う、偉いなと思う。そしたらさって、その先生がさって人のせいにするからダメなんですって言ったらしいんですよね。ババかな、クサババだなと思って。だって人のせいにするからダメなんです、おめえだろっていう話なんですよ、ね、今日はちょっといっぱい吐かせていただきますけどね、いやいやいや、人のせいにしてのお前じゃんみたいな、ね、別にその子はもう人のせいにしたわけじゃなくて、そうやって言うんだったら、その言葉ってすごく無責任ですっていうのをね、言っただけなのに、そうやって人のせいにするから、人のせいにしてねえし、そうやってお前でしょって責任転嫁をね、そうやってしちゃう先生なんですね。なんか本当残念だなと思うんですよ。本当なんか今ね、多分聞いてくださってる大人の人で、生きててほしいって言っちゃダメなのって人、なんか声が聞こえてきそうですけど、あんま良くないなと思います。私テストだったらバツつけます。はい、もうとにかくそういう命は大事とか正論が聞きたいわけじゃないんです。みんな正論なんか分かってます、みんなバカじゃないんで。だけどそれでも辛い、それよりもそれだけど辛いっていう、そっちを分かってあげてほしいなって、まあ、思うわけなんですね。だからそうなると親御さんにもそうなんですよね。親御さんもお子さんがなんか悩んでたり、不登校だったり、なんか死にたいとか消えたいだったりとか、いろんなね、摂食障害だとかいろんなことあると思います。で、私は別にどれをやったって全然悪いことだと思わないし、なんか やってんなって思います。なんかそれがたとえ薬物だろうとなんだろうと、なんか生きてんなって、で、まあ、もちろん人様を傷つけたり迷惑かけることはやめてね、欲しいし、私もそうなった時は怒ると思います。人には人を巻き込むんじゃねえと。ただそうやって自分をね、一生懸命こう痛めつけながら必死で生きてる子に対して、私はなんかそれを止めたり、なんか咎めるのってすごく
ひどい話だなと思ってて、そういう子たちに対しては本当にこうよくやってるなと。でもただね、悲しいかな、大人たちはなんかそういう行動を必死で止めようとするわけですよね。止めれば止めるほどやりたくなるのに、止めれば止めるほど分かってもらえてないって辛くなるのに、そこを分からずですね、親はそのやっぱりエゴですが止めるってことをしちゃうわけです。で、これはね、若者カウンセラーの講座でも言ってることで面白い話なんで、ぜひなんですけど、なんで私が若者のカウンセラー講座を養成講座やってるかっていうと、まあ、大人と若者、10代のティーンエイジャーって全然対応違うんですよ。で、大人には言ってもいいけど若者には言っちゃいけない言葉もあるし、なんかね、そういうことがすごくあるわけなんです。で、そんな中で若者違うのって思うけど全然違うんですよ。そういうね、正論、命は大切ですとか、人はいつか死ぬんだからみたいな、なんかそういう当たり前の言葉って大人にはいいんですよ、言ってもまだ。ただ10代の子たちみたいにまだすごく心がこうスポンジのようにいろんなものを吸収したり、これから形成をしていくぞっていう、されて完成するぞみたいな時の子にそれを言うのはすごく間違っていて、で、これはね、面白い話なんで、いつも一緒に講座をやってるうちの教会の理事でもあり、一緒にテルミーリンクをやってたりする小杉さんって言ってね、ラジオにも出てもらった小杉さんがいつもね、言ってくださって、話振って話してもらうんで、小杉さんが話した方が本当面白いんですけど、いつもね、講座で話してることがあって、そのなんでじゃあその10代の子たちはそんなに違うのっていうことで、ぜひ大人の方に聞いててもらいたいなと思うんですけど、カブトムシいるじゃないですか。今多分みんななんか山とか行って取りに行くやつ、私には良さがちょっと正直わかんないんですけど、そのカブトムシってサナギ幼虫かサナギになりますよね。で、サナギになってカブトムシになるって、この間ちょっとテレビでやってたんで見たんですけど、なんかもうカブトムシみたいな形になってるんですよ、角があって、でうにゅうにゅう動いてるんです。この間初めて見て、映像で。で、そのね、小杉さんがね、カブトムシ、サナギっていうのはってまさに人間でいう10代の多感なティーネイジャーの年と一緒なわけですよ、で、これが大人になる直前ですからね。で、そのハイティーな10代の時に、その何をしちゃいけないかというと、そのカブトムシがサナギの時にだん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 白いのからこう黒くなってって皮むけてこう出てくるじゃないですか。で、その時にもう出てくるみたいな、あ、もう黒いし、もう明日にでも今日にでも出てくるんじゃないかって時に、その小杉さんはですね、サナギの脱皮を手伝ってあげようと思って、肩でピーって皮切ったんですって、で、そしたらね、何が出てきたと思いますかっていつも小杉さんが言うんですけど、そう、まあまあ大体もうなんかだいぶ空になってきたカブトムシが出てくるとみんな普通思うんですが、なんとなんとななんと白い液体がドローって出てきたんですって。要は脱皮して出てくる直前までカブトムシは細胞分裂繰り返してて液体のままなんですってよ、で、まあ、どういうことかというと、要は触っちゃいけないってことなんです。自分でその脱皮して出てくるまでもう触れちゃいけなかったんです。もう切るなんてもってのほかだし、なんかね、実際にこうちょんちょんってあんまり触ったりすると良くないらしいんですよね。で、それ人間も一緒で、要はその10代の多感な時は子供たちなりにこういろんな友達ができたり、学校行ったり、自我が芽生えて、もう自分のいろんな世界ができてきてるわけですよ。で、その時に何かを感じたり体感したり、傷ついたり笑ったり、いろんなものを自分で勝手に吸収して成長していく段階なんですね。で、なのに、だから結局カブトムシのサナギと一緒で、こう黙って出てくるのを信じて見守ってればよかったのに、その要はその大人たちはですね、10代の子たちにに対して、やれいい学校行けだの、勉強した方がいいとか、学校いい学校行った方がいい、いい社会人になれるだの、なんかこれ食えあれしろみたいな、これするなみたいなことはでもないこうでもない言うわけですよ、学校行けとかね。で、そうやってやるから子供たちは余計におかしくなっちゃうんですよって。そうなんです、子供たち、10代の子たちもそのね、まあ、虫とか、その要は生物なので、その10代の時の大切な時期に信じて見守ることをしないで、そのあでもないこうでもないってつっつくから、そうみんなおかしくなっちゃうんですよって。なので、その10代の子たちは信じて見守るってことがとにかく大切なんですっていうのをいつもね、講座で言ってるんです。わかりやすいって言ってもらうんですけどね、小杉さんのなかなかな面白い秀逸な例え話で。でもね、これ本当に実際そうで、私がやってるのも
別に LINE 相談もなんかアドバイスするときはありますよ。するときはする。でも基本悩み言ってくるまでこっちからいちいち聞かないですし、ねほりはほり家はどんななの、ああなのこうなのみたいな、まあ、聞くとこによるとね、あの他の団体の相談はなんか結構いろいろ聞かれるらしいです。家はどうなの、お父さんどうなの、帰れてんの、何してんのみたいな、なんかそんな聞いたところで別に何の解決にもなんないし、言いたいとき言うじゃんと思うんで、私は基本あんまり聞かないです。それよりなんか嫌いな食べ物あるとか、ネギ食えるみたいな、私食えねえみたいな、そんな話しかしてません。そう、大秘密してるみたいな、そう、あのトランプやろうぜみたいなね。で結局そういう、要はなんかそれもね、私からすれば本当、さなぎに対して接してるつもりなんだろうなと思います。なんか別に話したければ話すだろうし、基本10代なんだから遊んでる方が楽しいはずだし、遊ぼうぜっていうノリです。なのでなんか買い物するから付き合ってっつって、ちょっとピアスどっちがいいみたいな方が私は楽しいし、なんかそういうのでふとした時に、実はそう、こういうことで悩んでてって話したい時話してもらえたらいいなと思うわけです。でもね、なんか悲しいかな、世の大人たちはなんかこうアドバイスしなきゃとか、なんか辛いんだったら助けなきゃとか、なんかそういう人たちがね多いんですよね。なんか、本当信じて見守るってことしてほしいです。じゃないとやっぱり子どもたちが、大人がこうやって言ったからやらなくちゃやらなくちゃって言って、どんどんこう自分を犠牲にしていく心が出来上がっちゃうので、ぜひね、そこは本当に大人が変えていく、変わっていくっていうのをぜひ、もうこれ切実に訴えたいことなんで、よろしくお願いいたします。ということで、では本日2曲目参ります。無糖のレシピさんでスモーキーグロー。はい、ということでお送りした曲は無糖のレシピさんでスモーキーグローでした。ということで午後4時からお送りしておりますペガサスチャンネル、岡田沙織の一人じゃないよは、渋谷シダックス1階のスタジオより4時50分まで生放送でお届けしています。ということです。意外にね、一人で喋ってんのに結構喋っちゃうんですよね、なんつって。なんか今日はね、本当あの渋谷人すごくて、普段水曜日こんなにないんですけど、平日と思って、みんなねお盆でなんか全国から遊びに来るのかなっていう感じで人が多いです。でいつも外国人の人もすごい多いですけど、今日は本当に日本の方がすごく多いなって思います。ですごくね、本当暑いんで、あのスーツ着てる人も歩いてたりなんかするんですけど、なんかね、もうでも夏、お盆ってことはもう少しするとなんかクラゲとか出てきちゃうよね、確か。でなんか海とかも入れないねなんつって、私は若い時はもう海が大好きすぎて、あの辛い居場所探しツアーの真っ最中の時も、もう夏は海って、そう、私顔もつけれないぐらいなんですよ、あの水にね、ほらすごい、ほら外国人の人もいるでしょ。で私ね、顔水つけられないぐらい、あの度級の金槌なんです。あのなんかね、これね笑われるんですけど、シャワーでお湯は平気なんですけど、水はダメなんですよ。なんかね、苦しさが違うんですよ。これ誰か分かってくる人いないかな。水冷たいんで、なんかね、すっごい苦しいので、お湯は人肌とかだとなんかね大丈夫だけど、やっぱ顔つけれるかって言ったらつけれないですね。でそのぐらいの度級の金槌なので、あの本当ね、私膝ぐらいのところで溺れたことがあるぐらい、溺れるんです膝でぐらいでも、あの浮き輪をひっくり返っちゃったりとか、なんか何回かあって、本当その時に、あ、もう死ぬんだなっていうぐらい、私泳げないんですが海大好きなんですよ。あの浮き輪でずっと V まで行って泳いでたりして、チャプチャプして、あの波が高くない時ね、あの波があると怖いから、あのかぶっちゃうともう私ダメなんで、その波があんまりない時にこう沖まで行ってチャプチャプするのがすごい好きなわけで、毎年毎年夏は、もう当時はね男友達、私あんまり女友達いなくって、性格がこんな感じなので、あの女子会みたいな、なんかみんなあるあるって言うと思うんですけど、女子でいていない人の悪口言って、あ、嫌いなんかなと思うと、次の日そのこと喋ってたりみたいな、なんか女声と思って、なんか人声女声みたいな、でそういうのってママ友みたいになってもね、女性のなんか性質って変わんなくて、私だからママ友っていないんですね。なんかあの保育園とか幼稚園とか終わってめちゃくちゃいない人の話してんのとか、すげえ時間の無駄でしかないんで、あのまずあのママ友とか持たないんですよ。であれです、あの
なんとかちゃんママとか、うちをね、お兄ちゃんカイトって言うんですけど、カイちゃんママみたいな名前で、沙織ちゃんって、沙織さんって名前で呼び合えるような人しかもともと持ってないぐらいで、まあ、そんな中で男友達が多かったって話ね、多かったんですよ。で10代の時は本当そこまで詳しくは日常のことは書いてないんで、ブログにはあれですけど、もう本当バイク乗ってる男友達とか、暴走族なみたいな子もいれば、走り屋みたいな子もいたり、本当ね、同級生と毎年海は行ってたんですよ。バイク後ろ乗せてもらったり、車で行って、で本当ね、週 2,3 とかで海水浴、東京の海汚いですけど、でも行って泳いだりとかしてて、でなんかそういう夏をずっと過ごしてたんで、なんかこうお盆になると、あ、終わっちゃうみたいな、もう夏終わっちゃうみたいな、なんかすごく私は感じがして、こう、あ、もう遊べなくなるみたいな。ただ私は冬がすごく実は好きなので、クリスマスとか冬が好きなんで、全然あれです、だんだん夏が終わってくる感じ、全然嫌いじゃないし大好きなんですけど、なんかこう海入れなくなるのがなんかすごい寂しいなと思ってて、未だにこうハワイとか大好きで行ったら、ずっと浮き輪で浮いてたり、1時間も2時間もプカプカ浮いてたりするんですけど、なんかね、そういう意味では、あ、なんかお盆ってもう終わるなみたいな感じがするんです。と同時にこう9月になって秋になってって、ちょっとこう街がハロウィンっぽくなってきて、なんか虫がこっち側にいるそうなんかなってきたりとかして、でなんかそういう時期がね、すごくこう好きだったりもするんですね。でなんかそういうのを思った時に、みんなこれから夏休みが終わるなみたいな、宿題もまだあるなみたいな時に、ちょっとこう寂しさみたいなものを覚える子もいるでしょうし、あ、これで家にずっといなくて済む、学校にまた行けるって安心する子もいるでしょうし、なんかまたこう季節が変わり目で落ちてしまう子もいるでしょうし、でもちろん毎年9月1日になるとキャンペーンみたいに始まるじゃないですか。自殺がね、一番多い一日なんで、学校行かなくていいんだよ、死なないでみたいな、なんかあんま好きじゃないんですけど、私あれキャンペーンが嫌なんです。毎年っていうか365日死にたい子つらいのに、9月1日だけ騒ぐんじゃねえよと思っちゃうんで、ただ言ってることは私も同じ気持ちなので、学校行かなくたっていいし、何かあったら相談してくれればいいしっていう根本のベースは一緒なので、そういう知り合いの団体の人とかと一緒に共同声明出したりとか全然ねさせていただくんですが、あんまりこう9月1日ばっかりのは好きじゃないってだけで、でもね、そういう社会は、世間はそういう時期なので、やっぱりこうみんな不安定になる時期にちょっとそろそろ入ってくるんじゃないかなと思うんですよ。なんかいや宿題やんなきゃとかいろいろね、だけど落ち着いてって思うんです、なぜならば本当にさっき冒頭にも言ったように、私本当全然今辛い経験があったから今があるですわ、本当に。で多分私が本当辛かったのって18ぐらいかな、一番人生で辛かったなと思うの18と33、4の2回がすごい辛かったんですよね。もう本当に死ぬ手前みたいな。だけど今それがあったから、今すごい奇跡が起きてたり、すごい幸せがあったりも実際するわけだし、だからやっぱりそういう今苦しい子、そして、もう本当に明日にでも死のうと思ってる子、夏が終わって9月には死のうと思ってる子に一つだけ言わせてもらえるんであれば、いつでも死ねるんです、死ぬの。だから死ぬ前に一回会いに来てって思います。LINE でもいいし、会えたら一番いいです。死ぬ前に一回会おうぜって思います。だって一回ぐらいさ、なんかちょっと楽しかったな、こんな面白いバカな大人がいるんだなっていうのを見てもらってから死んでもらっても遅くないと思うんですよ。で本当ね、私5歳児なんで、トランプ大会またね、ちょっと今月トランプ大会やりたいんですけど、本当トランプ大会でもずっと、はい、次もつってサボさんしつけえなってぐらい大貧民しまくったりとか、本当ね勝手な子供なんですが、ガキ大将みたいな。でもね、なんかそういう大人もいたり、なんかこういう人生で幸せになった人もいるんだっていうのぜひ見ていただきたいし、1回ぐらいなんかわはははって楽しいことを体験してから死んだって全くもっと遅くないんで、もう本当死んじゃおうと思ってる子に対しては、今すぐにでもね、なんか1回死ぬ前に会いに来てと思います。本当いつでも死ねるんで、本当に。だしそもそもがいつか死ぬんで、早かれ遅かれね。だからなんかそういうことを踏まえて、だったら1回ぐらいちょっと面白いことしとこうかなとか、1回ぐらい面白い沙織さんに会ってみようかなって思ってもらってからでもいいかなと思います。
でね、ぜひ私の嫌いなネギを食べていただいてからでも遅くないんじゃんって思うんで、ぜひこの夏、ちょっと終わりかけの夏、まだ終わってないか、でもね、でももうお盆ですよ、あっという間にここからダダダダって終わっちゃうんですけど、そういうね、夏に対してちょっと何か心境の変化がある子はそこを感じてもらえたらなと思います。そもそもほら毎週水曜日は渋谷にいるんでね、ここに渋谷に会いに来てもらうのもいいし、ぜひぜひ来てほしいなと思うんです。でね、ちょっと告知ですけど、ツイキャスを始めたわけですよ、先月から。で、月にね1回、要はそのみんなの家って場所をね作ったんだけど、遠い子は来れないじゃないですか。だから少しでもこういる一緒に遠い子だけどみんなの家にこう来た感覚を味わってもらおうということでツイキャス始めたんですよね。そしたらね、第1回目からなかなか好評でね、だってツイキャスなんか普段全然やってないのに150人ぐらいの子が見に来てくれたのかなって。夏休みなので、本来は月1なんですけど、夏休みなんでちょっと多めにやろうねっていうことで、今週18日に、カイリーカウンセラーのうちのメンバーの、ね、お兄さんと、多分ねうちの長男か次男かなんかが出てきてツイキャスやるんで、ぜひまた見ていただけたらなと思います。そして24日もね、ツイキャスはまた小杉さんと、小杉さん面白いんでカブトムシの話もね前回してくれたんですけど、またねその面白い大人がゆるく話す会をやるので、ぜひ見ていただけたらなと思います。そして大人の人に対しては9月12日にですね、若者カウンセラーの養成講座のオープンクラスがまたございます。でここでは私がさっき話したみたいな、子どもたちにこういうことは言わないでほしいとか、更生してくださいみたいなものを若者カウンセラーで伝えていることをちょっとこう分かりやすく入り口としてオープンクラスとしてやってますので、ぜひお時間のある方は田町芝浦でやりますので来ていただけたらなと思います。9月12日ですね。またフェイスブックなどでも告知させていただきたいなと思います。ということでね、普段はフェイスブックとかアメブロとかツイッターとかもいろいろアカウントがあります。なのでぜひ岡田沙織で検索していただいて、なんかいろいろ見ていただけたらなと思います。私自身ね、ブログがちょっとね、私まだ言えないんですけど、今月先月ね、一生懸命魂込めてあるものを作ってたんですわ。すごい魂込めて作ってたんです。で完成して今ちょっとそれのね最終手直しみたいなのもしながら、来月バーンとちょっとそれが何なのかを発表はさせていただきたいんですけど、まあ、そういうのもあってちょっとねブログが全然できてなくて更新できてなかったんですけど、またね今週ぐらいからブログも書いていこうと思うんで、ぜひご覧いただけたらなと思います。でツイッターの方もですね、みんなの家のツイッターのアカウントの方では、そのもともと当事者だった女の子がいろいろ話をしてくれてたり、いいメッセージを書いてくれてたりしますし、私の方でもねいろいろ書いていけたらなと思います、ね、ほんとあっという間に一人でベラベラ喋ってましたけど、ちょっと来週もまた岡田一人で喋る回になります。でその時はですね、一応ちょっと若者たちに後で LINE で聞きますけど、ちょっとこういうのぜひ言ってほしいわみたいなこととか、質問でも何でもいいのでちょっと募って、来週は夏休み特別企画をしようかなと思うんで、ぜひぜひ沙織さん、ちょっと私もこれをラジオで言ってほしい、こんなことがあったんだよみたいなことがあったらどんどん送ってほしいなと思います、このことちょっとぜひ言って、ひどいでしょみたいのでもいいですわ。もう私がもうみんな聞いてっていう感じで広めますので、ぜひ LINE で送ってくれたらなと思いますね。本当に夏暑い中、みんな今どこで聞いてくれてるか分かんないですけど、今日もね1時間聞いていただいて本当にありがとうございますね。また、1時間枠でお送りしてまいりましたが、本日の放送も以上となります。はい、今日も番組をご覧いただいて本当にありがとうございます。また来週午後4時より渋谷クロス FM でお会いいたしましょう。この番組は経済的向上をアシストする一般社団法人ペガサスの提供でお送りいたしました。住宅ローンの支払いが苦しい、そうだペガサスに相談してみよう。年収を100万円上げて今よりも豊かな生活を手に入れたい、一般社団法人ペガサスでは住宅ローンのお悩みを解決し、計画的にゆとりを取り戻すお手伝いをいたします。心も暮らしも豊かに、一般社団法人ペガサス。お問い合わせ0353571925、0353571925までお気軽にお電話ください。